はい、枠取り直しました。もう一回チャレンジしますよ。クリアするまで年越せません。ほんとひどいゲームだよね。あれ、チームエディットになっちゃった。潰せばいいのか。もう死ね死ね。ランク表示してみよう。隠しコマンド 1P2P スタートボタン押しっぱなしでタイトル画面を迎えると、お、 FF なんでランク最大ですね今。これで始めるんか。やだなやだな。上級のデジェットこうこうこうの、はい、プレイヤーセレクト、はい、ショーティーさんまた出動してください。奥から倒すと鳥が出ます。まあ鳥が邪魔でボンバーアイテムが出せないんですけど、1万点。ミサイル怖い。まあ死んでもいいんだけど、ここそうですね。さ、ホーミング系は実はまあ壊せる弾とか敵のホーミング系に弱いもんね。でまあこう潰して、壊せるピンク玉も結構怖いですね、ショーティーは。ここの大ショット取ると高確率でスペシャルレベルアップするんですよね、パターン的に。育ったかな、ちょっと育ったな。よし、これは嫌なんで、よいしょ、弾封じて、おっと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 、もうやめろやー、おい、もうだ、出現と同時に弾撃つなし。とどめをためオーラで刺すと点数10倍なんですよ。5000点が5万点。失敗した。失敗した。
こっちタメオーラでやる方法を見せてもらおうかな。こうするんですよ。弾封じしてるから撃たれない。ちなみにこのヘリの砲台2個とも壊すと弾封じ無視して弾撃ってくるんで片方しか壊しません。はい、近づくと撃たない、楽ちんですね。しかも点数が10倍になっております。開く前はこのリングレーザー磁気狙いなんでちょんちょんしてれば当たりませんが、開いた後はこれ適当なんで怖いです。危ない、やめろ。死が大ボンバー、はい、はい、大ボンバー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 、危ねえ、撃つんじゃねえ。ボンバー満タン時にボンバーアイテム取るとすごいランク上がるらしいんで、そこは気をつけましょう。危ない危ない、やめろやめろ。すごい曲がるホーミングミサイル。はい、中に入らないようにして、あ、撃つなんてバン。まあ、じゃあちょっとタメオーラなしでやりますが、そのうち周りが 3way とか 4way とかいろいろ打ち出すんで大変です。よし、まあ結構楽だったな。壊せるかな、壊せない。あれ、両方壊すのは一応ここの隠しボスの条件の一つなんで、まあバトライダーキャラなんで関係ないですけど。お、これはまたエクステンドしそうだから潰さないと。このレーザーも最悪なんだよな、狙ってないところから出てくるからなんだよね。そろそろしんどけ、よし、どっかエクステンド出てるはず出た、よしよし、怖いか。あ、オプションアイテム欲しいけど、まあ我慢。こうやって隙間入ってるとこに磁気狙いスリーウェイやからね、イカれとるよねこのザコも。本当に他のゲームでこんなひどいの見たことねえけどな。頭おかしいだろ作ったやつ。本当にしかもずっと追いかけてくるっていう、マジか。なんでお前、よしよしよし。さあ、戦車エクステンド用に潰しまして、スペシャルレベルアップした、やーす。しかもボンバー戦車の破壊が間に合ってねえ。ということはこれで5面ボスが増えました。しかもオプションスペシャルレベルアップなんで赤い方が増えました。やーす。
ショーティーはちょっとホーミングミサイル苦手なんで怖いです。なんでちょっと左右から行ったり来たりしたり、ちょっと前出て下下がったりとかしないとホーミングミサイルにやられます。あーこいつ雑魚なんだけどな、来ちゃったよシャア専用が。もう弱い方の攻撃ラッキー。さあまあホーミングレーザーこれ弱いです。そしてこれまあはっきり言って避けれません。ボンバー危ないから、ちょっと待て、ここは死んでもいいのかな、潰しとこう。よしナイス、またスペシャルレベルアップしてるし、もうよしよしよし140万なんで危ないからもうやめてよ。よしエクステンド、よしもうザンゼロ、いやザンゼロ、いやもう運ゲーだから、なんで逃がし、あー間に合わん。これはボンバーもう一個使うべきですね。ショーティーなら本当は一個で足りるのに、まあいいや、ボンバーは基本余るんだし。ショーティーはなんかほんと当たり判定が前の方にあるんで弾よけつらいです。唯一の弱点と言っていいかな。レーザー誘導して、まあ、誘導もかなり無視してくるんですけどね、狙ってないですから。ほんと信じられない。どこ狙っとんすか、あんたもう。これやばい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 。よしよしよし。600万はまだまだな。ちょん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 と、はいはい、ちょん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 と、ちょんちょんちょんと、ふう、ちょんちょんと、片方を、危ねえからやめろってお前こういうの。さあここの戦車が、よしいたいた、まあ、これロケットを撃つんだろう、知ってるよもう。これもロケット砲全部ボンバーで壊すと隠しボスの条件満たしてますね。まあショーティーなんで関係ないです、魔法キャラだけです。ここはこうやると滅多に弾撃たれないです。片方はホーミングに任せて、でここでまあ僕絶対エクステンドするんで、はい潰しましょう。
壊せないんですね、これが。まあオプションレベルアップ、ちょっと待て、アウトハイド無理しちゃダメっすね。ここを割って左攻撃しながらでボンバー使って、はい、こいつらをちょっと回避しつつ、ちょ待て、あんま無理しちゃいかん、ほいほいほい、しばらく待ってから、一応状態は非常にいいですね。よしよし、どうせボスは運ゲーされますけど、1機目死ぬまでにどれくらい片付けれるかってことなんですが、両肩の肩から肩へ移動して肩前はアンチ、はい、よしよしよし、肩から肩へ移動してつつ、こいつはぐるっと一生懸命回れば大丈夫。よし、もうレーザーだらけっすよ。もう適当こいてんじゃねえよお前ら、ほんとに。で、真ん中の攻撃は赤が来た時だけ回避不能なんでボンバーです。もちろん早めに反応すればやり方はあるんですが、まあそんなことしてる余裕ありません。楽な時楽なんだよな。これエクステンド来るじゃん。どうしよう、逃がそうかな。うーん、こいつ潰そう。よし、うまくいった。これオプションが来たらしばらく勲章出ない。ちょっと待って、おわっと、あい、ふう、次のショットがピンクで見づらい。はい、この机超硬い。壊せるときはなんで壊せるのかよくわかんないっすね。まあ無視してほっときましょう。はい、この試験管パリンって言ったら磁気狙いでスリーウェイ打ってるんで、パリンって言ったらちょっと避けましょう。あららららら、これで勲章が絡むからめんどくさいんですよね。他のやつも弾打ってるし、おやめろ。配置に追い詰められたり、勲章がどうしても取れなさそうだったらボンバーとか。ああ、見てなかった勲章を。まあいいや、どうせ無理だし。ここら辺がこの地面を張ってるように見える雑魚に当たり判定があるのが最悪でね、ここら辺は。もうお、大ボンバー出た。お、さらに大ボンバー出た。イエーイ、壊れとけ壊れとけ、シェイシェイ。勲章が100点なのが虚しい。また大ボンバー出た。運任せでやると大ボンバー出るな。狙ってやると出ねえんだけどな。これ炎がちょろちょろしてるところに壊すと大ボンバーが出るんですが、耐久力が高くて難しい。でここはかなり厳しいんで、できればボンバースリーウェイの嵐、たまに砲台がポロッと弾打ち上がるという。危ないからやめて。もう勲章なんか見てられません。おっと、雑魚の体当たりが厳しい。あ、ボンバー、しまった、ボンバーアイテム満タンになってた。あ、こんだけボンバーあれば。こいつは左右のばらまき弾と真ん中のばらまきという構成で、できれば左右のばらまきを先壊してしまいましょう。そうすると楽です。壊れねえ。
われて、そしてここはこうやってやると玉封じできます。特定の機種はこの左右の幅が足りなくて砲台壊せないですけどそういう機種はまあ左右にずれて撃ったりボンバー使うとか。さあラスボス第一形態、個人的には超苦手です。はい、このレーザー広がります。これは勝ったな。イエーイ、よし、ボンバー4と残2か。これで負けたら相当運悪いな。勘弁してくださいよ、本当に。クリアさせてくださいよ、本当に。ていうかもうショーティーでやるのもう嫌。他のキャラでやりたい。さてラスボス第2形態、このレーザー1回目は時計回り、はい、2回目は停止、3回目は反時計回り以下繰り返しです。ちゃんと覚えましょう。よいしょ、弾邪魔、倒すタイミングが悪いと回避不能になります。これです、回避不能です。今のさあラスボスの攻撃はまあ本当運です。はい、無理です。混合攻撃の仕方で運です。はいはい、ボンバーでこれ壊しちゃいましょう。こうなると楽ちんなんすわ。お、これは楽ちんな予感。これはさすがに勝ったな。うう、お、楽ちんだといいのか、いいのか、えらい楽ちんだぞ。よいしょ、お前またかよ。ちょ待てって、ちょ待てってお前。おしゃ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 、お、残に残しです。余裕でした。運ゲーです、ほんと運ゲーです。よし、クリアできたぞ。いや、ほんと運ゲーなんすわ。ラスボス弱かった。運悪いと、残3ボンバー4でも負けることあるんですよね。まあ俺が下手すぎるのはともかくとして、もうショーティー嫌一番楽なキャラのに嫌とかどうよ。よーし、じゃあ一般的に一番楽って言われてる、カーペットの方やりましょうかね。時半か。ショーティーさん気が短いからショーティーらしいです。ホームページ参照。よし、じゃあ枠取り直して今度は、カーペットでいきます。一応エンディング流しとくか。横画面で、まあ画面が広く使えるのもまあいいかなと。個人的に慣れたら結構全然見やすい、まあ見やすいは言い過ぎか、見にくくはない。縦画面にするのはちょっと配信ソフト変えなきゃいけないんで、やっとこのソフト慣れてきたとこなんでちょっときついんで勘弁してください。どうしても見にくいって不評だったら考えたいですけど、個人的には結構見にくくないかなと。はあ、疲れた。しかしバトライダーひどいゲームです。ガレッカやってる人がやらないのも納得です。ほんと運ゲーですからね。ボスの攻撃は運が悪いと回避不能攻撃が連発してくるし、
他にもいろいろあるんですけどね、ちょっとガレッガを極めた人向けにちょっと変な要素詰め込みすぎた感ですね。よし、枠取り直して、カーペットやります。